皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。全世界346本のヒットドラマが、ソウルドラマアワード2024で競争を繰り広げる。ソウルドラマアワード組織委員会は、今年の出品受付の結果、48カ国から過去最大規模である346本のドラマが参加した。アジア、ヨーロッパ、米州、アフリカなど全大陸で、昨年の1年間、 世界を注目させた作品と監督、俳優、脚本家が大勢参加したと明らかにした。国際コンペティション部門では、ゲーム・オブ・スローンズの制作チームが参加したドラマ、3体、ネットフリックス、ドラマ、繁華、アメリカのヒット作、グッド・ワイフ・彼女の決断のスピンオフドラマとして注目を集めた、エルスベス・ペーパーハウスの人気キャラクターを主人公にした。 ベルリンなど346本が本選を巡ってきそう。軽ドラマ部門もそうそうたる作品が多数出品された。ムービング・サムシク・おじさん、ビジランテ・ディズニープラス、涙の女王・スタジオ・ドラゴン・殺人者のパラドックス、ネットフリックス・恋人・ MBC などがノミネートされた。個人賞の候補も豪華だ。キム・スヒョン・涙の女王・キム・テリ・ アクキ、ソン・ガンホ、サムシクおじさん、チェ・ジョンヒョプ、アイ・ラブ・ユーなどが国際コンペティション部門と軽ドラマ部門の候補に名を連ねた。特にチェ・ジョンヒョプが出演し、日本でシンドロームを巻き起こした TBS ドラマ、アイ・ラブ・ユーのノミネートも目を引く。今年のソウルドラマアワードは、南アフリカからの出品で5年ぶりに6大陸が参加することになり、イラク、ラトビア、 ボスニア・ヘルツェゴビナは初出品で注目を集めている。Netflix、Disney、ディズニープラス、グローブなど14のオット、動画配信サービスから53本のドラマが出品され、グローバル市場におけるソウルドラマアワードの地位を確認させた。ソウルドラマアワード2024は9月25、27日にわたり開催される予定だ。涙の女王。 TBN ドラマ歴代1位の大ヒット。海外メディアが注目した3つのヒットの要因とは、二階堂ふみチェ・ジョンヒョク、涙のクランクアップ。TBS ドラマ、アイラブユー、約4ヶ月間の撮影を完走。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。